はい、皆さん、こんにちは。フォートナイト考察のたくまんです。今回の動画は、ワンタイムイベントやチャプター3に関わる超絶意味深なツイートを、ドウェイン・ジョンソン氏がつぶやいていましたので、その紹介と考察になります。今から8ヶ月ほど前、ファウンデーションがフォートナイトの世界に初めて登場した時 ドウェイン・ジョンソン氏の入れ墨とファウンデーションのパワードスーツが非常によく似ていること。ニューヨークのイベントにてフォートナイトのスキンをイメージしたドウェイン・ジョンソン氏の巨大な風船が現れたということ。ファウンデーションが登場したチャプター2シーズン6のゼロクライシスのイベントの日、ドウェイン・ジョンソン氏がザ・ファウンデーションという題名でインスタグラムに動画を投稿しており、その中でドウェイン・ジョンソン氏が今日がとある世界において非常に大事な人 話していたことなどなど様々な理由からファウンデーションはドウェイン・ジョンソン氏をモデルとして作り出されたスキンなのではないかとこれまで考察していましたが本日そのドウェイン・ジョンソン氏がめちゃくちゃ意味深なツイートをしましたこの動画でドウェイン・ジョンソン氏はゾアというエナジードリンクの宣伝をしているのですがそのエナジードリンクを冷蔵庫から取り出す時あまりにも不自然にファウンデーションのヘルメットが冷蔵庫の中に入っています さすがに不自然すぎて笑えてしまいますが、ファウンデーションのモデルとなった人物が、このドウェイン・ジョンソン氏であることは、まず間違いないようです。ここでエナジードリンクを飲むとき、ドウェイン・ジョンソン氏は、ゾア・デリバリーズ・ヘルシー・エナジー・ウェンユー・ゲッザゼロポイント。ゾアはゼロポイントに到達したとき、健康的なエネルギーを提供します。と言っているんですよね。 ゾアはドウェイン・ジョンソン氏が作り出したエナジードリンクですので、ゾアについては無視するとして、ゼロポイントに到達した時に健康的なエネルギーを提供しますと言っています。この動画の内容を見る限り、やはりファウンデーションがワンタイムイベントに登場し、ゼロポイントに関する何らかの行動を起こすことは間違いないようです。 そして、ゼロポイントに到達した時、健康的なエネルギーを提供します。健康的なという言葉は、エナジードリンクの宣伝とも受け取ることができるのですが、現在、フォートナイトの世界において、健康的な物質でありながら、未だに動きのないものが一つあります。 そう。それが青いキューブ。青いキューブは我々、ルーパーが再起動させたキューブであり、青キューブの周りにキノコを生やしたり、フレンドリーフォレストといった森を作り出すなど、生命エネルギーに満ち溢れた物質となっています。もしかすると、ゼロポイントに到達した時、健康的なエネルギーを提供します。というのは、 ファウンデーションが0ポイントに到達したとき、青いキューブが0ポイントにエネルギーを供給します。ということの伏線なのではないでしょうか。シーズン8が始まって以来、唯一この場所でピクリとも動かなかった青いキューブ。 ドウェイン・ジョンソンの言う健康的なエネルギーというのが生命エネルギーのことならばシーズン8のワンタイムイベントジ・エンドにて青キューブがゼロポイントに対しエネルギーを供給するという可能性は十分にありそうです。 そして、このドウェイン・ジョンソン氏がエナジードリンクを飲むとき、カメラが180度回転し、ひっくり返っているんですよね。二口目を飲むときも、またカメラがひっくり返っており、ドウェイン・ジョンソン氏がエナジードリンクから口を離すと、カメラは元に戻ります。 そして3口目を飲もうとし、カメラがまたひっくり返ろうとしたとき、この動画は終わってしまうのですが、エナジードリンクを飲んでいるときのみ、カメラがひっくり返っています。 そう。これまでの考察にて、IO の本拠地が存在する現実世界は、フォートナイトの島の反対側、ひっくり返った場所にあるのではないかと考察していましたが、このカメラワーク、やはりチャプター3の新マップは、現実世界にあり、フォートナイトの島の反対側にあると考えて良いのではないでしょうか。 そして続いてドウェイン・ジョンソン氏は、so、you are always taking the higher ground. そのためには常に高いところにいることが必要ですと言っています。これについては ピラミッドの頂点よりも高いところにいなければならないと言っているのか、何より高いところにいなければならないと言っているのかが、いまいちわかりませんが、現実世界にはザ・エージェンシーによく似た IO の本拠地が存在しているのではないかとこれまで考察しており、そしてその IO の本拠地であるザ・エージェンシーによく似た建物は、 高い山の頂上のようなところに存在しているんですよね。ドウェイン・ジョンソン氏の言葉を最初からつなげてみると、ゼロポイントに到達した時、健康的なエネルギーを提供します。そのためには、常に高いところにいることが必要です。ゼロポイントに到達するためには、高いところにいる必要がある。 現在ゼロポイントは IO の本拠地のブリッジに存在していることがドナルド・マスタード氏のツイートによりわかっていますが、このゼロポイントに到達するために山の頂上に立つ IO の本拠地にいなければならないと言っているのでしょうか。そして、Because Drinking Zone will always give you the strongest foundation in the universe. ゾアを飲めば宇宙で一番強いファウンデーションが手に入ります。まさかファウンデーションのスキンはゾアというエネルギードリンクを購入することにより手に入るということなのでしょうかそれとも最初の言葉と合わせて考えると高いところにてゼロポイントに到達した時宇宙最強のファウンデーションを手に入れることができると言っているのでしょうか 正直、エナジードリンクとのコラボでファウンデーションのスキンが登場するのはさすがにやめてほしいのですが、シーズン8のワンタイムイベント、ジ・エンドにて、ファウンデーションが登場するとき、ファウンデーションのスキンが発売すると考えて間違いなさそうです。今から10日ほど前、シーズン8の終了時にファウンデーションのスキンが登場するのではないかと考察していましたが、 もしかすると、シーズン8の最終日ではなく、シーズン8が終わり、ワンタイムイベントにファウンデーションが現れた後、チャプター3、シーズン1の初日に、ファウンデーションのスキンが発売されるのかもしれません。チャプター3の初日に、ファウンデーションのスキンが登場するのなら、チャプター3、シーズン1のバトルパスに、ファウンデーションのスキンが含まれているという可能性も十分にありそうです。 チャプター1の時は、チャプター1の終了2日前に、突然セブンのメンバーの一人、パラダイムのスキンが何の前触れもなく発売されていましたので、ファウンデーションのスキンもシーズン8が終わる直前に発売されるのではないかと考えていましたが、今回のドウェイン・ジョンソン氏の発言により、シーズン8が終わる直前なのか、シーズン8が終わった直後に発売されるのか、そのどちらなのか、わからなくなってきました。 はい。ということで、今回の動画は、ファウンデーションのモデルがドウェイン・ジョンソン氏で確定したこと。シーズン8のワンタイムイベントに、ファウンデーションが関わるということが、ほぼ確定したということ。これまで、ピクリとも動かなかった青キューブが、ワンタイムイベントにて、ゼロポイントにエネルギーを供給する可能性が出てきたということ。チャプター3の新世界、I.O. の本拠地のある現実世界は、やはり、フォートナイトの世界の反対側、裏側にある可能性、 が高いということなどなどドウェインジョンソン氏のツイートによりたくさんの情報を得ることができましたこれからもねワンタイムイベントの情報チャプター3の伏線などを見つけたらすぐに動画化して考察していきますのでよかったらチャンネル登録高評価そしてチャプター3のバトルパスを買う前今のうちにタクマンプロにクリエイターサポートぜひともよろしくお願いしますはい最後までご視聴ありがとうございました